そうですね、まあ、レッズにもともとボールを支配されるのは分かってたんですけど、なかなか 1枚目のプレスだったり長いボールに対する対応がなかなかできず、まあ、前半から危ないシーンも何度かあったんで、まあ、そこを修正できずにああやって失点したのはもったいなかったかなと思います。もともとそのサイドから攻めるところだったり相手の裏をつくプレーをやっていこうということで、まあ、それがなかなかやっぱ近いところを見すぎてて、大きな展開ができなかったかなと思います。で、まあ、前からプレスかけるところが特にまあ監督とか言われていたところで、やっぱそれで自分がフォワードに、まあ、今回なったのかなと思います。まあ、やっぱりフォワードで出た以上点を取ることが自分の仕事だと思っているので、まあ、そこができなかったのは残念なことだと思っています。でもあんだけまあディフェンスが頑張ってくれて繋いだボールなんで、まあ、まずは失わないことと、まあ、攻撃にまあ何回かいい展開ができたんですけど、まあ、そこをしっかり決め切れるようにならないとまだまだダメだなと思います。まあ、セットプレーで今年何回か決めているのでやっぱああいうところで取れるのは大きいと思うので、まあ、今回それ取れなかったのは残念です。今回まあたくさんの人が応援に来てくれて、でそこで勝利っていうのをプレゼントすることができなくてとても残念に思います。そうですね、仙台もまあ大きい選手、背の高い選手も多いですし、しっかりとしたチームなので、まあ、前回負けてるんでしっかりそこで最後勝利で終われるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。まあ、今日も勝てずなかなか厳しい戦いが続きますが、最後最終戦でしっかりアウェーで勝ってホームに帰ってきたと思うので、応援よろしくお願いします。